端に言うとこの横、足の横で受けてくる。足の横で。で、蹴らせるところはこの太もものところなんですけど、ここでやったときに、踏ん張るときに、こう、こういう感じですね。こういう感じ。これを、こうして受けてしまう、前で受けてしまうと、パワー下がったときに、この膝、膝が曲がらないんで、力が逃げないんですよ。で膝の前十字とか、後十字とか、全部な側屈やられるので、必ずパワー下がってもこう逃げれるように、横に向けていくんですね。で、力がない人は、このどっちかというと、お尻。お尻を出して横のお尻で受けるようなイメージ。そうすると力負けしても自分は膝に負担が来ないんです。で危険なのはやっぱりこう膝がに力が逃げないようにして横で持ってくる。こう 横で逃げれなくなるっていうのは怖い。外側が行かれる。どっちかというと力がない人はお尻で受けるような感じ。そして後ろ。後ろだとこう自分が前に来る。で力のある人は全体重を乗して、で、押し返すみたいな、太ももで押し返すみたいな、グッ、グッ、グッって感じ。で、こうやっても打ってもいいんですけど、あとはこう逆転、こうやって押さえる。あまりこうして持ってしまったりとかすると、ここに空間が空いて、結構こう危なかったりする。おー。使っていると、こう。こういう感じ。で、この持ち方はこういうの。注意しておいてください。おー。